北原義道はプロテスタントの明治時代の牧師である。品の国高東半馬屋奉行の家に生まれる。幼少期には漢学を学ぶ。明治維新後は東京に出て横浜に移り、JH 原からキリスト教を学んだ。1872年6月9日にアメリカ合衆国長老協会のディビット・タムソンより洗礼を受ける。 1873年新査会協会創立の時に加わる。11月より東京市日本橋区本川山地の自宅で伝道を始める。牧師になるために最初タム村塾で学び、1877年に東京一新学校が創設されると入学する。1878年4月3日に、服部と蔵、いぶか植村正久。 山本修と共に補い教師の順調を受ける1879年に東京一致新学校の日期生として卒業する。1878年11月9日に群馬県紀流に上州紀流協会を設立する。その後東京で伝道を続け1879年11月22日に日本橋協会を設立する。1880年に 安守令を受けて、日本橋協会の牧師になった。北原の息子の問題が原因になり、青年たちが日本橋協会を離脱して、新しい集会を作り、教会は分裂する。1889年に牧師を辞任する。分裂した集会は1890年に、プリマス・ブレズレン派のハーバードブランドを指導者に迎える。北原は1894年に、遺願で死去する。 ありがとうございます。